こんにちは、しのこです。リズム天国ベストプラス、続きやっていきましょう。さあ次行ってみましょう。おい、またこれかよ。ちょっと待ってや、クリアしてない、してない。もう嫌な予感しかしないんだけど。また来たもんね。ここは第二の門だもん。そして我らはご存知、門番トリオ。ここを通して欲しければ、今回も見事合格してみせるんだもん。前回合格しないで通ってきたからね。チッ、ブレックのやつカッコつけやがって。静かにしてろ、リエモン。ヒヒ、今回も悪いが、チャレンジ料金を払ってもらうもん。さあ、ゲームにチャレンジするかも。嫌です。なんだと思う。やけにはっきりと断るぞ。断るじゃねえかも。だってすげえお金取られるんだもん。そんな失礼なやつを通すわけにはいかないもん。頭冷やして出直してこいだもん。ははははは、最悪ダメじゃん。頭を冷やして出直してきたようだもんね。さあ、ゲームにチャレンジするかも。やるよ。じゃあそう来なくっちゃもん。ではまず練習をやってもらうもん。ここでしっかりとルールを覚えてくるもん。さあやってみるもん。どんなゲーム？何これ。バイキンをやっつけましょう。プラスキーを使います。通り過ぎるところを狙ってください。どういうこと？お、はい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 。あー、はいはいはい。あー、わかったわかった。できるかなこれ。今速攻間違えてたけどね。一体やってみます。いくぞ。さあ、ルールはわかったかも。では改めて本番にチャレンジしてもらうもん。さあ選ぶもん、己の自信はいかほどか。大変です、バイキンがちょっと発生。先生助けて。1回18枚、そこそこ発生、大量発生。じゃあまず優しいからいきますか。これ自信ないよこれ僕。何これ。バイキン博士。バイキンから守れ。やるぞ。いいぞ。で、え？なんかすげえ速くなかった？なんか、は？なんかめっちゃ速いのいるの。あー、なるほど。あぶね。あぶね。ね、めっちゃ速いじゃん。ビビるぐらい速い。何これ。おもろ。お見事だもん。この第二の門は通してやるもん。これむずいな、やっべ。これはレベルが違うね。なんか喫茶光ってるから行ってみよう。いらっしゃいませ。お客さん、ちょっとお願いがあるんですが、聞いてもらえますか？実はですね、美味しいコーヒーを入れるのにできるだけ新鮮なミルクを使いたいと思いましてね。ヤギ飼い始めてみたんです。でもたくさん餌を食べる割には肝心のミルクは全然出してくれないんです。お願いなんですが、あのヤギを上手に育ててもらえないでしょうか？少し変わった子でミルクは出さないかもしれませんが、餌をあげてればきっと何かいいこともあると思うんです。いかがですか？へえ、収穫。可愛がってあげてください。どうぞ。あ、これだ。餌を取る。じゃあ餌を取って、餌をあげる。どうやってあげるのこれ。餌を、じゃあパチンコ、まさか。
餌の切り替え。パチンコじゃん。あ、いい感じ。チャンス。何これ。え？はいはいはい。食べていい。レベルアップ。真ん中。お、いいじゃん。何これ。待って。なんでこのパチンコゲーが始まったの。懐かしいな。小学校のね、夏休みの自由研究、僕こういうねパチンコ作りました。木の板で釘打ち込んで思い出すな。なんか似てるな。ちょっと10点とか書いたりしてね。あ、落ちた。ダメか。へえ。こんなのがあるんだね。オッケー、じゃあ次行ってみよう。チャッキンチャッキン、ちょこっと切りすぎ。おお、いらっしゃい。泣く子も黙るハサミ使いだ。俺サッカーハサミ使いだ。俺のことだチョキ。今日はどんな感じにするチョキ。じゃあ天国カットで。なに？なに？天国カットだ。そんなカッチング聞いたこともねえチョッキ。知らないの？天の国で今大流行してるのに。まあ何にしろ知らねえもんは知らねえチョキ。それになんだかんだと人様に頼しちゃいけねえチョキ。さてそこでお前さんたちに頼みたいことがあるチョキを出た。今人様に頼るなって言ってなかったっけ。実は最近店の客はめっきり減っちまっての。ニッチもサッチも行かず困ってるチョキ。お店の経営って大変なんだね。そこでだ、この俺の店をもっとノリのいいハイカラな店にしてほしいんだチョキ。俺もじゃんけんだけはめっぽう弱えが、ハサミの腕には自信があるチョキ。この腕っぷしに見合う洒落た店になりゃ客だって嫌でも集まってくるもんってもんチョキ。へえ、そんなものなの。どうだい、やってくれるチョキか。不器用そうな人をほっとくわけにはね。決まったチョキ。もしこれがうまくいった時にはお礼って言っちゃなんだが、天ぷらカットでも何でもやってやるチョキ。何その天ぷら、もしかしてエビの天ぷら君の頭に乗ってんの。天国カットだよ。よし、どんなのだろう。カット、白いお化け。よし、やってみるぞ。どんなゲームでしょう。白いお化け、ちょっと怖い。もしかしてその白いやつを何？やっつけよう。どうやって？タッパッパトントンパン。あ、そこなの？タンタンタン。あー、はいはい、タンタンタンパン。ここ止まってる。了解。タンタンタン。オッケー、入れた。いいの入れて、家の中に。ゴーストバスターズ、さあやるぜ。実機聞いてるからね、音が二重になってたら申し訳ないです。お、かっこいい。はい、タンタンタン。はい、何あれ。はい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 。何これ、全部入ってるよ。え、遅い。入ったタン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 。おもろ、タン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 。全部入ってるよ今んとこ。タッタンタッタッタッタン。オッケー、終わった。よし、気温ができてます。ゆっくりのとこバッチリでした。アイスコアやりました。ノーミスでしたよ。いっぱい仕留めた。めっちゃいっぱいいるやん。
よっしゃ。おお、こりゃいい椅子じゃねえか。早く切りたいチョキな。うずうずするチョキ。今ならお客をみんな坊主にしちまいそうだチョキ。落ち着いて。次ピンポンやってみましょう。わお、ピンポン。なんかラケットめっちゃちっちゃくない？当てるとこすごい。お花の中で卓球すんの？はい、トン、タン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 、はい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 、あれ、トントン、ポン、あ、やべ、タン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 、あれ、なんでずれてんだ、ポンポン。早いねこれ終わんの。タン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 タレレレレ。魔王わかっている。え、ハイスコア取れちゃった。失敗してたのに。マジ？ピンポン楽しすぎ。ハイスコア取れますね一発で。なんかメダルなんでこうメダルついてる。道具も洒落てるね。でも一番洒落てるのはこの俺だチョキ。ハイスコアいけるようになったね。コロコロ探検隊かわいい顔して実はハードな練習をしているんです。やってみましょう。カラカラ探検隊。あら誰か出てきたけど。ん、戦隊始め。ぷい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 、モルカみたい。ぷい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 、モルカ。ワンコラリン、おい、そう。よし、できる。ツーコラリン、おい、いいぞ。かわいい。ツーコラリン、おい、あー、ダメだったか。キラボシダメ。ワンコラリン、おい、かわいい。ツーコラリン、おい、そう。ワンコラリン、おい、しょー。オッケー。ツーコラリン、はいはい、ポンポン。オッケー、これ楽しいね。ツーコロリン、はいはい。コロリンにキレがあった。よし、一発ハイスコア。ハイスコアじゃねえ、ハイレベル。僕もいつもハイスコアとハイレベル間違えちゃうんだよ。恥ずかしい。ハイレベルのことです、僕のハイスコアは。ガラリン、かわいい。え、何これ、一発で全部ハイスコア、ハイレベルいっちゃう。よっしゃ、うまくなってる。もしかしてやっぱ髪を切る店といえばこのクリンクリンだチョキ。サインポールね。サインポールっていうの、これがありゃ間違いなく客がわんさか来ちまうチョキ。そうかな。さあ最後、巻き猫。巻き猫知ってるよこれ、有名でしょこいつ。どれどれ、巻き猫。いくぞ。ほいほい、ノリノリで。じゃんじゃん。やべ。にゃんにゃんじゃ。にゃんにゃんにゃん。にゃんにゃんが乗ってくる。巻きを切りつつ、ほいほい。あ、やっちゃった。ちょんとん、とんとんとん。ちょんちょんちょん。そっちからも来んの。左かな、右かな、左かな、右かな。何これ。ほい、誰空き缶持ってきたの。空き缶ど。あ、間違えた。何これ、ちょっと待って。めっちゃ後ろうざい。後ろがうざすぎる。めっちゃ増えてんじゃん、巻き猫。ちょっとミスっちゃったな。小さい丸太よかったね。大きい丸太も割りまくりだよ。あー、ハイスコア惜しい。
マジか。じゃあここやり直しますか。うん、今来れる今ちょうどいいよみたいな。カレー完全に使われてんじゃん。こりゃ完璧にハイカラな店だチョキ。俺もついにこんな店構えるまでになったチョキね。それ僕たちが、まあいいや。おっしゃ、じゃあ仕方ねえ。オールクリアの俺に鍵開けちまうチョキ。ご苦労だったチョキ。ついに夢にまで見たハイカラなカッチングチョップの完成だチョキ。とりあえずおめでとう。おいよ、なんだか今の俺ならじゃんけんだって勝てそうだチョキ。それは無理だと思う。チョキだからね。だってグー出しちゃうよ。じゃあ巻き猫ちょっとやりましょうか。これでちゃんと下のやつも測りつついきましょう。いきます、集中。ちょんなちょちょちょん、巻き割りです、巻き割ります。缶は持ってこないでね。巻き終わって大きいのも割っちゃう。もっちょちょん、割っちゃっちょん。ノーミス頑張る、割っちゃいます。左かな右かな、うどん持ってきてよね。にゃにゃん、缶、はい、缶もどんどん持ってきて、あーダメか。はい、じゃんさん、この後ろがうざすぎる、マジで。はいはい、はい、さん、よし、ノーミス来たでしょ。よし、結構慣れてきたな。まだまだ多分簡単な部類だからね。これは来たでしょう。はい、89。ハイレベルゲット。ノーミス。やりました。ファイヤーおい、誰燃やした？あ、いた。ちゃんといたわ。びっくりした。燃やされたのかと思った、僕が。さすがにそこまで極悪じゃなかったね。よっしゃ、全員気になりました。はい、ということでね、今回は、こちらの第2の門番、イエモンコース。そして、あ、これやるか、最後ね。ブルックコース、ちょっとチャレンジしてみましょう。コイン10枚だし。できるかな？バイキンから守れ。あ、2しかなくなってる。やっべ。やっべ！やばこれ。これ。これさ、あれだね。ああ、2回なんだ。なるほどね。ああ、できる。できますね、これは。できる、できる。大丈夫。おお、できた、できた、できた。よっしゃ。もうこれ得意になった。よっしゃ。なんか別に何にももらえないのこれ。待って、まあやるか。よし、難しいもやっちゃおう。できるぞこれ。さあ、難しいはどうかな。はい、行きましょう。はいはい、すげえ。やべえ。
やば。え、行っちゃった。やば。あ、行けたんじゃない？行けた。ちょっと1個やられちゃったけど、クリアできました。よっしゃ。俺はできるんだけどな。もう我ら三兄弟すべてのコースをクリアするとは見上げた根性だもん。ではこのご褒美としてミュージアムの第二の門バイキン博士にエンドレスゲームを用意してやるもん。さあ心ゆくまで遊ぶがいいもん。よしよし、門ゲームはいけました。でい、さあそれじゃあ次回はねこの先やっていきたいと思います。いい感じで、もう楽しい、やべえ、リズム天国くっそ楽しいんだけど。さあ超難しいのが来るまでどんどん進んでいきたいと思います。よかったらまた次回も見てください。それでは土の花でした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。